うわぁ、これはごぼう抜きだ。いけ、豪快にシュート。さか、このボールにとシュートだ。これがネットに突き刺さる。やったぞ。シュートが炸裂。よし、水木くん、これは手に手回転をかけたシュートだ。裏パンで横に飛んだ。体が動くうちはやってみせるさ。必殺のシュートでゴールを狙う。浦沢くん、ゴール正面でこのシュート前にやるか。この手差しをものにできるか。沢木くん、必殺のシュートでゴールを狙う。السلام عليكم، اخوكم ايمن على ديسر سكيل. فيديو جديد، كابتن سوباسا نيو هيرو، اول لقاء في دوري تشامبيونز اللي حنختار فيه اللعيبه اللي حتروح على كاس العالم، ولازم نثبت فيه نفسينا. يلا بينا، ما تنسوش السبسكرايب واللايك عشان نوصلكم كل جديد. لو في اي تفاعلات سيبوها في الكومنت، ويلا نتابع بطلنا الجديد. ニューヒーローリーグがいよいよ開幕だ。準備はいいな。もうこれ以上ないほど準備しました。何も怖いものはありませんよ。そうそう、東方だろうが南葛だろうがどんと来いだ。練習でできたことは試合でもできる。それだけの練習をしてきたはずだ。今回は今までとは違う。もううちは三杉さんが入るまで守るだけのチームじゃない。頼むぜ、秘密兵器。ちょっと意外だな。グラウンドでは遠慮なしにガンガン来るのに。大丈夫だ、僕だっていつも緊張してる。でもピッチに入れば収まるものさ。今日までできる限りの練習を積んできた。そして頼もしい新戦力もいる。新しい武蔵中のサッカーで見ている人をあっと言わせてやろう。はい。サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。ディフェンスラインの確認をしよう。三杉さんなしでもあの作戦を実行できるように。余裕があったら試してみるか。合図は誰が出す？クロスなんだけど、速くて低い球を頼む。相手は長身の選手が多いからな。わかった。俺の時は高いボールでいいぜ。ヘディング勝負なら負けないからな。みんな自分で考えてプレイするようになってるな。僕がいない時間でも心配はなさそうだ。調子はどうだい？初めての試合で緊張してないか？それは頼もしいな。緊張を力に変えられる選手は強いんだ。敵も味方も観客もその全てが驚くようなプレーを見せてやるんだ。見すぎ、ユニフォームってことは試合に出られるんだな。東京都大会の決勝戦中継で見てたぜ。体はもう大丈夫なのか？心配かけてすまなかった。この通り、もうすっかり元気だよ。先発メンバーには名前がないみたいだけど、東京都大会と同じで今日もまた後半からか。けど見過ぎが出てくる頃には試合は決まってるかもしれないぞ。そうそう、武蔵中は
お前のワンマンチームだからな。そっちの思い通りにはいかせない。逆に武蔵中が大きくリードする形で試合を決めてみせる。大した自信だな。だが吠えるだけなら誰でもできる。うちのメンバーを甘く見ない方がいい。試合が始まればわかるさ。お前1年生らしいな。だが年下でもうまいやつはうまい。そのことを俺たちもよく知っている。容赦はしないからな。なに？生意気なやつめ。フィールドに立つ敵は年齢に関係なく叩き潰す。それが明和東のサッカーだ。覚悟しとけ。ご覧ください、スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。武蔵対明和東、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここで今キックオフです。かわして振り切った堀くん、ボールを奪うことができません。それかわして振り切った。連続突破で見せます。必殺のシュートを放った。浦和くん、このシュートに反応している。パスを受けた、あっと奪い返した。このクロスは通るか。ボールはまだ生きている。西山くん、タックルを決めた。いけ伊藤瀬くん、ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた、さあカウンターだ。あっ、かわした。向井君、激しいタックル。ドリブルと見せかけてパス。ここからチャンスをくれると横をすり抜けた。シュートを放った。村沢君、これはキャッチできない。パスを受けた。本間君、タックルを決めた。真田君、センタリングに合わせる。あー、弾きます。パスを受けた。真田君、ここは抜かせません。ボールを奪った。チャンスが決まった。鈴木くん、ここはショートを避けた。素早く横にかわす。ゴールを狙う。鮮やかに決まった。それよし。なそれだ。何、止めた。よし、横をすり抜けた。鳥くん、ここは抜かせません。鈴木くん、ドリブルと見せかけてパス。本間くん、ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。止められない。必殺のフィールドでゴールを狙う。村沢くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。ワンタッチで送る。武蔵、ここは戻りながらのディフェンス。佐野本くん、ここはパスを出した。末永くん、パスを出します。このパスは通らない。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。堀くん、スライディングでカット。うん、はっ、チャージが決まった。木戸くん、ここはパスを出した。本間くん、ここはパスに切り替えた。ここは勝負を避けた。シュート、村沢くん、
ボールはまだ生きている。さあ田君、ゴール前に上げた。この展開をものにできるか。あー、弾きます。真田君、競り合いに行く。それそれそれ、ゴール前に持ち込んだ。シュート、村沢君、ボールはまだ生きている。そら、西山君、どうだ、激しいタックル、もらったぞ。横にかわして、ここはゴールを狙う。村沢君、ボールはまだ生きている。そら、本間君、激しいタックル、ここでチャンスを潰します。この位置で攻守交代だ。ワンタッチで送る、シュートだ。これがネットに突き刺さる。やったぞ。ここからシュートが炸裂。さあ、ドラッそれ、飛ばして振り切る。鈴木くん、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、ドリブルでボールを運ぶ。ここは勝負をかけた。ドリブルと見せかけてパス、沢木くん、横にかわして突破。右へ回します。沢木くん、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、ここはパスに切り替えた。西山くん、ここで奪った。豪快にシュート、ここからシュートに持っていく。村沢くん、これはキャッチできない。キャッチが決まった。これはゴールラインを割ります。明和東、ゴール前からどう展開していくか。このパスをトラップ、なるほど、ぶつかっていった。センターラインを越えて攻め込む。何、かわらして振り切った。これはごぼう抜きだ。豪快にシュート、このボールに飛びつく。村沢くん、これはキャッチできない。ボールダッシュ成功、豪快にシュート。村沢くん、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。武蔵リードして前半も折り返します。このまま押し切ることができる。後半スタート、かわして振り切った。沢木くん、敵陣を切り裂く。後半にシュート、もらったぞ。このシュートを体で止めるつもりだ。身を挺してシュートを防いだ。沢木くん、素早く横にかわす。明和東、ここで素早く部隊が本領発揮。これを正面から抑えに行く。武蔵、これは戦い方を変えてきたようです。榎本くん、ここで奪った。石瀬くん、ここは抜かせません。三杉くん、飛行士の華麗な技だ。かわして振り切った。成田くん、パスを回す。かわして振り切った。ここはパスを出した。ドリブルで突破。沢木くん、一発のシュートでゴールを狙う。森山くん、ボールはまだ生きている。ゴールを狙う。これはキャッチできない。体ごとぶつかっていった。ここからセンタリング、スムダダキ、クロスに合わせに行く。ゴールキックから再開です。鈴木くん、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。武蔵、ここで作戦を変えてきました。三杉くん、体を反転させかわした。決まった。一ノ瀬くん、ここは勝負を避けた。そら、よし、パスを回す。ここはパスを出した。そら、もらったぞ。して振り切った。何、正面を素早く横にかわす。そら、変身のシュート。これは反応しているぞ。あー、弾きます。そら、ボールを抑えた。ドリブルと見せかけてパス。真田くん、ここは勝負を避けた。三杉くん、これは手に回転をかけた仕事だ。村沢くん、横に飛んだ。体が動くうちはやってみせるさ。
残り2つで突破、体ごとぶつかっていった。やった、真田くん横にかわして突破、敵陣へ攻め込みます。狙ったさんの半分は出た。それからの視線は非常に大きな意味を持ちます。変身のシュート、真正面からシュートを受け止めた。村沢くん、ボールはまだ生きている。石井くん、パスを出します。石井くん、タックルを決めた。飛行士の華麗な技だ。それさあ、ゴール前です。武者、ここに石井にボールを託して勝負に出るか。村沢くん、懸命に勝ち出した。それはパスを出した。本間くん、ここは勝負を避けた。ここでチャンスを潰します。ボールがタッチを割りました。武蔵、ここでスローインを得ました。本間くん、ダイレクトでパス。それ鈴木くん、ワンタッチで送る。それ真田くん、ここはパスに切り替えた。なんと奪い返した。ではしかし、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。向井くん、激しいタックル。ここはパスに切り替えた。横をすり抜けた。ここは抜かせません。三杉くん、ボールダッシュ成功。ドリブルと見せかけてパス。チャージが決まった。横にかわして突破。力をためて強烈なシュート。メラトー君、これを止めるのは厳しいか。まさに見たか、圧巻のハットトリックです。それもらったぞ、もらった。ああそれ、それよし、ここは抜かせません。あっと奪い返した。スネダラ君、次々にかわしていく。スネルだけ必殺のシュートを放った。ボールはまだ生きている。スネルだけシュートだ。あっ、はじきます。パスを受けた。鈴木くん、ここは勝負を避けた。また奪い返した。ドリブルと見せかけてパス。後半もすでに30分が経過。ここからゴールは生まれるのか。成田くん、このパスをカットします。鈴木くん、ここで止めた。ここは勝負を避けた。三杉くん、蝶のように舞う。それ飛行士の華麗な技だ。ここしかない、僕が決めてやる。スライス回転をかけてきた。弾きます。劇的な幕切れ。終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。